日本鹿児島県日置市東一市町南上野川、東一市町南上野川は、鹿児島県日置市の大技。旧日置郡永十院村大技、上野川、日置郡東一市町大技、南上野川。郵便番号は899-2434。人口は76人、世帯数は37世帯。日置市の中部に位置しており、上野川の川口部に位置する。 アザ駅の北方には、神の川を挟んで、東一市町神の川、南方には、日吉町神の川、東方には、東一市町、寺脇、日吉町日置、日吉町山田がそれぞれ隣接しており、西方には東、シナ海に面する。アザ駅の東部を、国道270号が南北に通っており、集落は、西部の神の川沿いに集中し、 神の川沿いに水田が広がる農業地域である。東一基町南神の川に属する障子は1956年時点で、諏訪殿、佐古の田、地蔵面、内、佐古、西の平、蔡の平一、蔡地、堀松、一丹田、東、東波様、東端、囲い、道の元、南原、西の平、松家佐古、太平、春松、下町原、 八保、小窪、丸岡、上北挟間、瀬戸口、野中、の本、日寄、中丸、三重岡、四つまもる、まだら、富士、随肢元、山下河原、古道、川畑、川添え、山下、河原がある。旧芸移住院村における南上の川の1889年4月1日に、町村制が施行されたのに伴い、移住院里の北部にあたる名は白川村。 野田村、神の川村、宮田村、寺脇村、上神殿村、下神殿村、竹村、桑畑竹村、麦生田村、優也、田村の区域より、日置群へ従院村が成立した。神の川村は、下移住院村の大技、新の川となり、現在の南神の川の区域は、大技神の川の一部となった。1五十六年九月三十日には、 同日に官報に掲載された町村の配置文号により下伊住院村が解体分割されることとなり、大技有屋田、大技学が,が日置郡,郡,郡山町、大技縄城川、大技宮田、大技神の川が日置郡東市木町、大技神の川が日置郡日吉町にそれぞれ編入され、 その他の海獣委員村の区域及び及び移住委員長の全域を廃止新たに移住委員長が設置された。東一機町に編入される区域が大技上野川から分離し、東一機町の大技、南新の川として新たに設置された。残部は日吉町に編入され、大技上野川となった。二千五年五月一日に東市機町が日置郡移住委員長、 吹上町、日吉町と合併し、日置市が成立した。この合併に先立って設置された法定合併協議会である、日置中央合併協議会において、大技名については、字の区域は、現行通りとし、現行の字の名称の前に、当該字の属する合併前の町の名称を付し、字の名称を変更する、と協定された。合併日の2005年5月1日に、 鹿児島県の国示である字の名称の変更が鹿児島県広報に掲載された。この国示の規定に基づき即日大技の名称変更が行われ、大技名が南新の川から東市基町南上の川に解消された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。